アメリカ製の LCM、兵員と LCM、1943年8月、レーテ進行時の LCM、軌道揚陸艇とは車両を輸送するために設計された揚陸艇である。英語での LCM は、ランディングクラフトメキンウィズドの略である。第二次世界大戦中、連合軍は、水陸両用作戦時に、これらの集艇を用いて、 陸上部隊や戦車を陸上げし、広く知られることとなった。LCVP や LCA と異なり、アメリカやイギリスで独自に配備された LCM には統一された設計が存在しない。幾種類か別々の設計が存在し、イギリスとアメリカの異なる製造所によって生産されている。イギリス製のモーターランディングクラフトが考案され、試験を受けたのは1920年代のことで、 この艇は1924年の演習に用いられた。これは戦車の揚陸を主眼に作られた初の戦車揚陸艇だった。この集艇は後に作られていくすべての LCM の設計の素である。LCM-1 はイギリス製の初期のモデルである。この揚陸艇は船舶のダビットや輸送船の機銃機のブームに吊り下げることができた。 このため輸送は16トンまでの戦車に制限されている。LCM マークア I は DEP の戦いにも使われ、生産数は約600隻である。最初のアメリカ製 LCM はアメリカ海軍の県間補修局が設計したものである。およそ150隻がアメリカンカーファウンドリーとヒギンズインダストリーで建造された。 バトルシップ後部のヒギンズ LCM-32 種類の設計が存在した。物資5万4 0 0 0ラムを輸送可能。艇の外見は LCVP とよく似ているが、ヒギンズインダストリーは LCVP も製造していた。全部の積載エリアを3.0メートル幅とし、機関室情報、看板後部の小さな走行化された、 ソーダ室には4分の1インチ圧の後半が使われた。ヒギンズ LCM-3 はマサチューセッツ州フォールリバーにあるバトルシップ後部の海事博物館に展示されている。1943年から1944年、77隻の LCM が建造された。外見上、LCM はほぼ完全に LCM 後期型と同一である。違う点は、 ポンツーンの内部に設けられた。ここに専用のビルジポンプとバラストタンクが作られ、これによって LCM が一部に貨物を積んだ際に釣り合いを変更し安定性を強化できるようになった。イギリスで生産された LCM。LCM の船体中央部を1.8メートル延長したもの。後のベトナム戦争中、河川機動部隊向けに多数の艇が 装甲兵員輸送艇として採用された。他の艇は火炎放射器を装備したジッポス 105mm 砲を装備したモニターズ、また式型のチャーリーといった派生型へ改装された。イギリスで生産された LCM、LCM-8、1972年3月、LCM8 の使用証言。ありがとうございます。